広報岐阜2015年10月1日号10月に入りようやく秋らしい落ち着いた季節になりました皆様お元気でいらっしゃいますかでは内容をご紹介しましょう今年も最高のおもてなしを第59回岐阜信長祭り市長の元気宅配便第284回 模様し、第59回岐阜信長祭り、マイナンバー、個人番号が通知されたら、個人番号カードの申請ができます。予防接種を受けましょう。お知らせ。一人親家庭等、重度心身障害者等の新しい受給者証のご使用を。 臨時福祉給付金の申請を受け付けていますそのほか案内岐阜市障害学習センター社会福祉協議会共催事業について皇太子殿下がご来院されますなどのご案内以上です今年も最高のおもてなしを第59回岐阜信長祭り 10月3日土曜日、4日日曜日、岐阜市中心市街地一帯で開催。約450年前に岐阜の地を拠点に天下統一を目指した織田信長公。信長公が形作った戦国城下町岐阜は、今でも信長流のおもてなし精神が息づいています。秋の風物詩、 岐阜信長祭りでも毎年訪れる沿道の客人を魅了しています。戦国武将やひなわじゅう鉄砲隊などで編成する信長公騎馬武者行列では壮大華麗な時代絵巻パレードを再現、他にも見逃せない催しが盛りだくさんです。59回目を迎える今年も中心市内地一帯で、 信長公のおもてなしを体現します。映画、信長コンセルト。2016年1月23日、ロードショー。岐阜信長祭りは、映画、信長コンセルトを応援しています。なお、小栗旬さんが岐阜信長祭りに参加する予定はございません。問い合わせ先。商工観光政作家。 電話番号265-3980番当日は電話番号262-0126番です。市長の元気宅配便第284回岐阜市のおもてなし市長細江茂光ちょうど今から2年前 2020年東京オリンピック・パラリンピック招致委員会の最終プレゼンテーションで、滝川クリステルさんが、日本ではおもてなしというユニークな方法で皆様をお迎えしますと、身振り、手振りを交えて熱心に訴えかけたことが、つい昨日のことのように脳裏に浮かびます。彼女は、おもてなしとは、 日本で先祖代々受け継がれた見返りを求めないホスピタリティの精神で日本人がお互いに助け合い大切にお客様をお迎えするのはこのおもてなしの精神があるからだと熱く語りかけましたおもてなしの英語にあたるホスピタリティという言葉の語源はラテン語に由来するそうです 英語で病院のことをホスピタルと言いますが、これも同一の語源から出ており、いずれも見返りを求めない行動ということで、チップやチャージが発生するサービスとは一線を画すようです。人のお世話にならぬよう、人のお世話をするよう、そして報いを求めぬよう、これは 明治、大正期の偉大な政治家、後藤新平の自治三欠と言われる言葉です。後藤新平は、初代満州鉄道総裁、定新大臣、内務大臣、外務大臣、東京市長などの要職を歴任し、内務大臣時代には、関東大震災後の帝都復興計画を立案し、 現在の東京の基礎を作ったことで有名です。この自治三傑にある、そして報いを求めぬようというのは、まさに代々受け継がれてきた、おもてなしの精神にほかなりません。さて、岐阜市は、去る4月24日に、信長公のおもてなしが息づく戦国城下町、岐阜というストーリーで、 日本遺産の第1号認定を受けました。今年から始まった日本遺産には、全国で18都市のストーリーが認定されました。9月1日には、早速、下村文部科学大臣が、認定18都市の中で、最初に岐阜市を訪問され、雨にもかかわらず、岐阜城や大仏殿などを熱心に見学されました。 日帰り出張という忙しいスケジュールにもかかわらず、長良川うかいも観覧していただけたことは、おもてなしを前面に出して、海外から観光客の誘致を積極的に進めようという国の強い決意の現れであり、岐阜市としても国と協調して、おもてなしによる岐阜市おこしに邁進していきたいと思います。 催し第59回岐阜信長祭り岐阜を拠点に天下統一を目指した戦国武将織田信長公の功績を称え岐阜の秋を彩ります期間10月3日土曜日4日日曜日場所中心市街地一帯原則小雨結行 まず、10月3日土曜日の催しです。信長公追悼式、10時から11時まで、長良福光、総福寺、総福寺住職による講話もあります。なお、3日土曜日、4日日曜日とも、10時から17時は無料開放です。 信長公騎馬武者行列の発表会13時から13時30分まで柳瀬愛愛ステーション音楽隊パレード12時50分から14時まで雨天中止です吹奏楽団マーチングバンドバトントワラー児童演じ小敵隊のパレード コースは、岐阜中警察署前を出発し、金華橋通りを南進、文化センター前までです。なお園児は、ドリームシアター前から出発します。市民勝手カーニバル、13時30分から15時40分まで、雨天中止です。コースは、岐阜中警察署前を出発し、 金華橋通りを南進、文化センター前までです。以下協賛イベントです。第57回小さなクラフト店、10時30分から15時30分まで、雨天時は4日日曜日に順延します。八万町、八幡神社、手作り品やこだわりの古道具など、 岐阜着物語201511時から16時まで16プラザ着物なでしこ着物男前コンテスト和大小章岐阜聖徳学園高等学校時代衣装着装体験写真撮影無料着付け体験など 第45回民謡祭り、信長温度踊り流し、12時50分から14時30分まで、コースは、岐阜地方裁判所前を出発し、若宮町を通り、鉄明町交差点まで、雨天中止です。民謡祭り、15時から18時まで、神田町2-2、2 岐阜商工会議所。第6回、あなたが描く信長コンテスト表彰式。13時45分から14時30分まで。柳瀬劇場通り北ワクワクステージ。続いて、10月4日日曜日の催しです。信長公騎馬武者行列出発式。 11時30分から11時40分まで JR 岐阜駅前信長夢広場なお、雨天時は駅北口歩行者用デッキ森のミスト付近 FC 岐阜ラモスルイ監督戦国武者役9人姫役3人による出発式信長港騎馬武者行列 12時30分から14時20分まで、公典中止です。公募で選ばれた小田信長公、斎藤道三公、能姫、お市の方、豪など戦国武将や姫による壮大な時代絵巻パレード。コースは、JR 岐阜駅南を出発し、加納上本町と、 加納桜道を通過し、長良橋通りを北進若宮町交差点を通過して、市役所と岐阜公園まで。なお中止の場合は、JR 岐阜駅北口歩行者デッキからアクティブ G 内で規模を縮小して実施します。岐阜市消防音楽隊パレード。12時55分から、 13時25分まで、有効姉妹都市国旗パレード、13時から13時30分まで、両パレードのコースは、JR 岐阜駅北口を出発し、長良橋通りを北進若宮町交差点を通過し、市役所まで、雨天中止です。ひなわ銃鉄砲隊、 13時5分から13時50分まで、うてん中止です。16銀行本店前、鉄名町若宮町交差点、岐阜公園、愛知県古住研究会による一世打ちと三段打ちの実演、少年少女時代行列、13時10分から14時まで、 宇宙中止です。公募で選ばれた小学4年生から6年生による少年少女武者や人馬織となぎなた姿の少女による行列など、以下協賛イベントです。秋の繊維祭、り、9時から16時まで、JR 岐阜駅前、トンヤ街全域、第38回、 銀券支部堂大会、9時30分から15時30分まで、岐阜商工会議所、第59回岐阜信長祭り協賛茶会、10時から15時まで、地蔵前寺、儀用院、歌唱券、1枚2席、前売り1500円、 当日1700円。岐阜コスプレパレード。10時から17時まで。玉宮町から柳瀬。自衛隊音楽隊による野外コンサート in 岐阜。11時から14時まで。JR 岐阜駅前、信長夢広場。街中寄せ。 13時からと15時から、日の出町2-20、シネックス地下ホール、出演、森野福朗、カツラ福丸、木戸線、前売り1000円、当日1200円。最後に、10月3日土曜日、4日日曜日の催しです。 若宮町歩行者天国、10時から16時まで。若宮町4丁目5丁目。ワクワクフリーマーケット、10時から16時まで。雨天中止です。小金公園、小金公園噴水前広場。楽市楽座、10時から16時まで。 雨天一部中止です。小金公園噴水前広場。以下協賛イベントです。岐阜健康チャレンジ2015。10時から16時まで。若宮町歩行者天国内祭り本部。岐阜楽市楽座エコショップワクワク市。10時から16時まで。 雨天一部中止です。文化センター周辺。丸窓電車の無料開放もあります。ハーレー・ダビッドソン鑑賞会。10時30分から16時30分まで。カムロ町一、柳瀬レンガ通り。ローズピンクリボンフェスタ、町ごと美術館。 10時から17時まで、高島屋南商店街、各店舗でオリジナル商品の販売など、ワンパク祭り、10時から17時まで、劇場通り南商店街、柳村楽市、10時から17時まで、 柳瀬通り1丁目から3丁目。第20回玉宮祭り10時から17時まで。玉宮通り一体。阿波踊りマグロの解体即売会など。第23回水戸の町秋祭り10時から18時まで。水戸の町通り歩行者天国一体。 着物マーケット、ものづくりマーケット、水戸の町飲食店など。映画、信長コンセルトパネル展示。10時から21時まで。JR 岐阜駅北口歩行者用デッキ。岐阜信長音楽祭2015。10時から21時まで。 JR 岐阜駅前信長夢広場北口歩行者用デッキ岐阜ゆかりのミュージシャン音楽家による音楽祭奥様ランチフェア11時からランチタイム終了までアクティブジート岐阜シティタワー43内対象店舗女性に嬉しいメニューを提供 第3回、夢ギフジャズストリート、11時から17時まで、雨天中止です。小金の森ジャズ会場、小金公園、玉宮通りストリート、信長楽市、13時から17時まで、神田町6丁目商店街内、第18回、 社友儀山写真展。10月1日木曜日から6日火曜日の10時から17時まで。日の出町1-20ロイヤルホール3階。問い合わせ先。商工観光政策課内実行委員会事務局。電話番号265-3980番。 当日は電話番号262の0126番ですなお当日は交通規制を実施します詳しくはパンフレットまたは岐阜市ホームページをご覧ください内容など一部変更の場合がありますマイナンバー個人番号が通知されたら個人番号カードの申請ができます 通知カード規格紙製で縦 54mm 横 85mm です岐阜市に住民票を有する住民には10月下旬から順次返信用封筒と合わせて個人番号カード交付申請書を簡易書留で送付します12桁のマイナンバー個人番号をはじめ 住所、氏名、生年月日及び性別を記載。来年1月以降、社会保障、年金、雇用保険、健康保険など、税、申告書など、災害対策分野の手続きにおけるマイナンバーの確認に利用します。通知カードは大切に保管してください。紛失された場合、再交付手続きと 手数料500円が必要です顔写真を添付して申請申請方法にはポストに投函する郵送申請とパソコンスマートフォンを利用するウェブ申請があります来年1月以降窓口で交付します個人番号カード企画 IC チップ内蔵プラスチック製 縦 54mm 横 85mm です顔写真が付いた公的な身分証明書としてまたはマイナンバーの確認に利用します来年4月から全国のコンビニエンスストアサークル系サンクスセブンイレブンファミリーマートローソンのマルチコピー機で各種証明書 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、本籍、住所とも岐阜市の人のみ、所得・課税証明書を取得可能となります。電子証明書機能を備え、e-Tax など各種行政手続きのオンライン申請に利用できます。通知カードと交換。 住民基本台帳カードをお持ちの人は、個人番号カード交付時に回収します。紛失された場合、再交付手続きに手数料800円が必要です。電子証明書を登録している場合は、再登録のため、別途200円が必要です。岐阜市内8カ所の自動交付機のうち、東部、南部、西、 南部東事務所、ステーションプラザ、柳津地域振興事務所、マーサ21の6カ所は来年3月31日で廃止する予定です。個人番号カードは自動交付機では使用できません。お問い合わせは、マイナンバーコールセンター、全国共通ナビダイヤル、電話番号、0570、 20-0178番平日午前9時30分から午後5時30分まで外国語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語でお聞きになりたい方は電話番号0570-20-0291番です一部 IP 電話などでつながらない場合は 電話番号050-3816-9405番へおかけください。市民課電話番号214-2859番、通話料は有料となります。予防接種を受けましょう。岐阜市では高齢者を対象とした肺炎球菌感染症の予防接種を実施しています。 また、10月15日木曜日から12月31日木曜日に、高齢者のインフルエンザ予防接種を実施します。かかりつけ医が岐阜市外にあるなどで、岐阜市外の医療機関で接種を希望される人は、事前に必ずお問い合わせください。高齢者、肺炎球菌感染症、対象者、 岐阜市に住民登録があり、1、来年3月31日までに65歳以上になる人。2、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で、身体障害者手帳1級をお持ちの人。 1>, 1、2とも今までに23か肺炎球菌ワクチンを接種した人は対象外となります。接種回数1回、接種費用4000円、ただし生活保護世帯の人は無料です。実施期間、医療機関については問い合わせ先へご連絡ください。接種時に 予診票、氏名、住所、年齢などが確認できる健康保険証など、または身体障害者手帳を提示してください。高齢者、インフルエンザ、対象者、岐阜市に住民登録があり、1、接種時に65歳以上の人、2、60歳から64歳で、 心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で身体障害者手帳一級をお持ちの人。接種期間、10月15日木曜日から12月31日木曜日まで。休診日は除きます。接種回数、期間中1回。接種費用、 1700円。ただし生活保護世帯の人は無料です実施期間医療機関については問い合わせ先にご連絡ください接種時に予診票、実施医療機関でで入手できます。氏名住所年齢などが確認できる健康保険証などまたは身体障害者手帳を提示してください 問い合わせ先は、保健所、地域保健課、電話番号252-7191番です。お知らせ。まずはじめに、ひとり親家庭等、重度心身障害者等の新しい受給者証について、ひとり親家庭等、重度心身障害者等の、福祉医療費受給者証の 更新申請をされ、医療費助成が受けられる人には、新しい受給者証10月1日木曜日以降の助成が受けられるものをお渡ししています。受診の際は必ず新しい受給者証を医療機関へ提示してください。まだ更新申請をしていない人は、速やかに福祉医療科、 本庁舎構想部1階各事務所各市民健康センターで手続きをしてください。なお、児童扶養手当を受給している人の手続きは福祉医療科のみで行います。問い合わせ先福祉医療科電話214-2127番です。次は 臨時福祉給付金の申請受付について臨時福祉給付金の申請を11月30日月曜日消印有効まで受け付けています期間内に申請書を提出されない場合は対象者であっても給付金を受給できませんのでお早めに申請してください問い合わせ先 臨時福祉給付金実施本部本庁舎7階電話214-2671番です。次は公的年金等からの市県民税納付について公的年金等から市県民税を納付する皆さんへ公的年金等所得のみの人 平成26年中に、老齢基礎年金等の公的年金を受給されている65歳以上、今年4月1日現在で一定の条件に該当する人は、公的年金等から市県民税を納付していただきます。徴収時期及び税額、10月から新たに納付が始まる人は、 年税額から普通徴収分第1期第2期を引いた残りの税額を10月から3回に分けて公的年金等から納付します昨年度から継続して納付する人は年税額から公的年金等より納付した分4月から8月を引いた残りの税額を 10月から3回に分けて納付しますそのため8月までの税額とは異なる場合があります詳しくは6月に送付した納税通知書にてご確認ください問い合わせ先市民税課電話214-2063番です次は ゴミ三分の一減量大作戦市民講座についてダンボールコンポスト講座機材入りのダンボール箱の中で生ゴミを堆肥にしてみませんかすでに始めていて質問がある人は開始1時間後にお越しください日時場所定員110月10日土曜日はハートフルスクエア G 橋本町1の10 23、30人。2、10月21日水曜日は中央青少年会館、名徳町11、10人。3、10月29日木曜日は日光コミュニティセンター、日光町9の1の3、30人。 時間はいずれも午後1時30分から3時講師ダンボールコンポストアドバイザー参加費無料市内在住で初めての受講者に導入セット1世帯1セットを申請申し込み問い合わせ先各開催日の2日前までの会長日時に電話で 循環型社会推進課電話214-2178番へ先着順事前申し込み必要申し込み者がない場合は中止次は岐阜市総合防災訓練について日時10月18日日曜日午前9時から 11時30分小雨結構場所鹿児島大橋北駐車場西中島2-3-1南海トラフ巨大地震を想定し防災関係機関との連携強化と市民の防災意識の向上を目的に実施します消防、警察、自衛隊 医療機関などの応急対策訓練、自主防災隊などによる消火・救出訓練、災害救助犬による人命検索訓練、災害時相互応援協定を結ぶ神奈川県藤沢市と兵庫県尼崎市による救援物資・搬送訓練が行われます。また、女性防火クラブと 陸上自衛隊が「カレーの炊き出し限定200食を無料配布」を行います災害伝言ダイヤルや震度7の地震体験ができるコーナーもぜひご来場ください問い合わせ先、防災対策課、電話267-4763番です。次は「 臓器移植不休推進月間について10月は臓器移植不休推進月間臓器提供の意思表示にご協力を臓器移植は病気や事故などで臓器が機能しなくなった人に健康な人の臓器を移植して機能を回復させる医療です善意による 臓器の提供がなければ成り立たない医療であり、臓器を提供する人とその家族の理解・協力が不可欠です。日本で臓器の提供を待っている人はおよそ1万3000人いますが、臓器の提供が少なく、依然として多くの人が移植を受けられる日を心待ちにしています。 このため一人一人が臓器提供について考え家族と話し合い自分の意思を表示しておくことが大切です意思表示については臓器提供意思表示カードのほか運転免許証や健康保険証の意思表示欄に示すことができますまたインターネットでも登録できます詳しくは 公益社団法人日本臓器移植ネットワークホームページをご覧ください問い合わせ先保健所地域保健課電話252-7191番です次は岐阜羽島衛生センターへの普通ゴミ自己搬入持ち込み終了について 来年3月31日で岐阜羽島衛生センターの焼却施設が稼働を停止します。普通ごみ収集は従前通り週2回行いますが、事業所などからの自己搬入はできなくなります。4月1日以降、普通ごみを持ち込む場合は、他の焼却施設、東部クリーンセンター、 アクタミ6-394かけぼらプラント奥あざかけぼら375へ自己搬入してください自分で運べない場合は一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼してください有料岐阜羽島衛生センターの搬入許可証をお持ちの人は 更新手続きの際に、環境事業課または南部環境事務所で今後の処理方法についてご相談ください。問い合わせ先、環境事業課、電話26、265-3983番です。次は、国勢調査2015について、調査票提出のお願い。 10月1日を調査期日として国勢調査が全国一斉に行われています。これは日本に住んでいる全ての人世帯が対象になる国の最も重要な統計調査です。ご記入いただいた調査票は調査員に直接お渡しいただくか郵送提出用封筒に入れて最寄りの郵便ポストに ご投函ください。切手は不要。インターネットで回答された人へ、10月1日時点で世帯員の移動など回答内容に変更のある人は、次のインターネットアドレスから10月20日火曜日までに修正してください。インターネットアドレス、http:// www.e-kokusei.go.jp スラッシュ調査票が配布されていない場合はお問い合わせください。問い合わせ先平成27年国勢調査岐阜市実施本部統計分析課内電話 26 4番です次は岐阜市国民健康保険の特定健診について岐阜市国民健康保険の特定健診は10月31日土曜日までです岐阜市国民健康保険にご加入の40歳から74歳の皆さん 特定健診の受診はお済みですか受診方法特定健康診査受診券対象者に送付と国民健康保険の保険証または資格証明書自己負担金800円を持参し市内の委託医療機関で受診約8000円の検査が 800円で受けられます岐阜市特定健診対象者で人間ドックや勤務先の定期健康診断を受診した人は検診,診結果は特定健診と同等の検査項目を満たし平成27年4月1日以降に受診したものに限ります。 検診結果を提出していただくことで特定検診の受診に変えることができ必要に応じて保健師や管理栄養士から特定保健指導や健康相談が受けられますご提供いただいた人にはコンビニエンスストアや書店ドラッグストアなどで使える1000円分の QO カードをプレゼントします 検診結果を郵送するための封筒など送付しますのでご連絡ください。問い合わせ先、国保年金課、電話214-2083番です。次は、ビジネスチャレンジ支援セミナー第2弾について、開発者が語るヒットの極意を開催。 実際に企業でヒット商品を担当した講師が多くの実例や自身の経験を交えてヒット商品を生み出す仕組みを解説します日時10月24日土曜日午後1時30分から4時30分経営相談会希望者のみ午後4時30分から 5時30分。場所、岐阜メディアコスモス1階。みんなのホール。つかさ町40-5。講師、三崎栄一郎さん。店員200人。参加費、無料。申し込み問い合わせ先。住所、氏名、電話番号。経営相談会希望の有無をファクス または、e メールで、産業雇用課、電話214-2360番、フ f クス2 6 5 2 2 1 8番、e メール S、sangyo-koyo-city.gifu.gifu.jp 前着順です。「案内障害学習センター社会福祉協議会共済事業」「防災や災害ボランティアに関して市民の皆さんが一つとなって情報を共有し学ぶために行う防災・災害ボランティア講座です。1もしもの時地域は?」 そのために、いつも防災を、個人家庭地域における減災への取り組み身近な課題として常に防災減災に関する意識を持ち自助力や共助による活動を向上させるために何ができるか考えます日にちは12月13日日曜日 時間は午前10時30分から正午まで場所はハートフルスクエア G 大研修室講師は大阪大学大学院人間科学研究科教授の厚見智秀さん定員は100人申し込み者多数の場合は抽選になります受講料は300円参加希望者は 口座名郵便番号住所氏名年齢電話番号を往復はがきで11月27日金曜日までにお申し込みください27日日、金曜日日着です。申し込み先問い合わせ先は郵便番号5 0 0 8 5 2 1橋本町1 1 0 2 3 障害学習センター電話番号268-1050番です 2. 災害ボランティア講座災害ボランティアに関する正しい知識や技術を身につけ災害ボランティアセンターの役割を学びます内容と講師は次の通りです 防災・減災に関する岐阜市の取り組み南海トラフ大地震への警戒講師は岐阜市都市防災対策課職員過去の災害から学ぶ災害ボランティア活動と災害ボランティアセンターとは HUG 避難所運営ゲーム講師はいずれも 日本防災士会岐阜県支部防災士の西田茂成さん。日にちは12月19日土曜日時間は午前10時から午後3時30分まで場所はハートフルスクエア G 大研修室定員は30人申し込み者多数の場合は抽選になります受講料は無料です 参加希望者は、口座名、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を、11月27日金曜日までに、電話、またはファクスでお申し込みください。申し込み先、問い合わせ先は、岐阜市社会福祉協議会ボランティアセンター、電話番号25、255-5511番、 ファクス番号255-5512番です赤十字幼児安全法すくすく子育てサポート講習その時に備えて全2回乳幼児の異変に冷静に対応できるよう子どもの健康や安全について学びます日程と内容は次の通りです 12月2日水曜日は子供の病気の予防と看病の仕方3日木曜日は冬にかかりやすい病気について時間はいずれも午前10時から12時まで場所はハートフルスクエア G 中堅修室講師は赤十字幼児安全法指導員定員は25人 申し込み者多数の場合は抽選になります。受講料は無料です。満1歳から未就学児を対象に宅児があります。希望者は申し込み時にお子さんの氏名、性別、生年月日を明記してください。申し込み者多数の場合は抽選になります。参加希望者は口座名、郵便番号、住所、 氏名、性別、年齢、電話番号を11月20日金曜日までに往復はがき、E メール、または返信用はがきを直接持参してください。20日金曜日,日、筆着です。申し込み先、問い合わせ先は、郵便番号500-8521、橋本町1-10-23、10 23 女性センター電話番号268-1052番 Email ーーアドレス JOSEI-C CCN.AITAI.NE.JP です皇太子殿下がご来儀されます皇太子殿下は 第39回育児祭ご出席のため10月10日土曜日から12日月曜日まで岐阜市をご訪問されますなお当日は沿道に放芸場所が設けられますので市民の皆さんのご参加をお待ちしています第66回東林祭岐阜市立女子短期大学祭 10月24日土曜日午前10時から午後7時までと25日日曜日午前10時から午後5時まで場所は岐阜市立女子短期大学人市葉北町7の1内容は次のとおりです。学習成果の発表 英文による岐阜市観光案内展示、海外研修展示、骨密度測定と栄養指導、制作発表ファッションショー、建築、インテリア、ビジュアル作品展示、クラブ発表、ダンス、軽音楽、朝市、昼夜祭エンディング、楽しい企画がいっぱい、 メイン企画ボーイズメンライブ整理券が必要です詳しくはホームページをご覧くださいオープンキャンパス同時開催学科入試進路説明問い合わせ先は岐阜市立女子短期大学電話番号296-3131番です JR 岐阜駅東自由通路付近における工事のお知らせ岐阜駅東地区において歩行者用デッキの整備が始まります岐阜駅東自由通路アスティ岐阜とハートフルスクエア G の間とその周辺では工事に伴い歩道の規制や迂回路などの設置を行います詳しくは、 現地案内看板でご案内します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。工事期間は、10月から平成30年3月までを予定しています。問い合わせ先は、駅周辺事業推進課、電話番号214-4684番です。 雑紙集めてグランプリ開幕雑紙は地域の自治会連合会が実施する資源分別回収で集めていますがまだまだゴミとして捨てられています雑紙の回収量に応じて部門ごとに地域を表彰するグランプリを開催します期間は10月から12月表彰対象は 各部門自治会連合会3地域程度表彰部門は3部門1総改修部門自治会連合会全体の改修量2世帯改修部門世帯当たりの改修量3増加率部門昨年度同期間からの増加率 雑紙回収量の推移平成24年度は205トン、25年220トン、26年466トン、27年1000トンを目標にしています。地域の資源分別回収雑紙を分別し紙袋などで集めます。雑紙 集めた雑紙は地域の資源分別回収に出します。奨励金の活用。ゴミは減り、回収量に応じて支払われる売却金や奨励金は地域の行事に役立てられます。雑紙としてリサイクルできる紙かどうかは、雑紙大辞典で調べてください。ギブ市ホームページからダウンロードできます。 問い合わせ先は、循環型社会推進課。電話番号番号です。岐阜市の電話番号は265-4141ホームページアドレスは h t t p w w w c i t y g i f u l g j イメールアドレスは「soudan.gifu.gifu.jp」です。以上で広報ギフ2015年10月1日号を終わります。